死に溺れし者よ、あるべき姿に戻れ。マインセイナー、天皇が見せるわけないか。グレンは周り巡る。カンは高度なる水車。デジュリアンサーフェント。ボタンクレンラガスは前のグレンのゴール。お見事です、スレイさん。ウタさん、無理をしないで。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。準備はよろしいですか。そろそろ宿屋とかで休み。調合したよ。
マルキリー、マルトラン。おじさんってマルトランと知り合い？話したところでどうせ信じない。スレイって言います。この人は同志なんだ。同志？確かに不思議な気配を感じるが。この方はわずかに霊能力を持っているようですよね。いや、それでもやはりこれまで誰も信じてくれなかったんだ。信じてもらえないの辛いよね。わかるよ俺。けど話を聞いて信じてくれる人もいるから俺救われてるんだ。どうし、聞かせて、おじいさんの話。十数年前、私はローランスの騎士としてハイランドとの戦いに参加した。そこでぶつかったのだ、青きバルキリーの有名を馳せるマルトランと。我が部隊はあの女一人に壊滅させられた。あっという間にな。私は恥も外聞もなく逃げ出した。ただ命が惜しくて必死に逃げながら、ふと振り返るとマルトランは化け物たちに襲われていたんだ。ハイランド軍の鎧を着たトカゲの化け物に。ヒョーマン。私は確かに見た。マルトランが化け物たちに倒されるの。だがあいつは今も生きている。信じるよ俺は。ありがとう。さすが本物の同志だね。でしょ。これをどうかこれからも救ってやってくれ、私のような人間。わかった、ありがとう。海山兵狩りって前にあった子供たちだよな。知らせましょう。正規軍に追われたらひとたまりもありませんわ。だから足洗えって言ったのに。試練の遺跡どこなんだ。一回確かめてみたら。アジトの壁画で。サクサク行こうか。ケチャップ。ムサンガ中央メーター。試練石井翔。俺王道くぞ。敵攻撃が高い。かけろ。
級の住人だ。よし、アクションアドバイス。そろそろ宿屋とかで休み。なんだこりゃ。さて行くよ。長くは舞い踊るグレンの方だ。炎よ襲撃。どうです、うなれ衛水。そう、次の日は勝てろ。ヒントが落ちて、まだいるぞ。果てては死ぬぞ。そろそろ宿屋とかで休み。食っては見たが、その剣自己流？結構やるじゃん。ミクリオと散々稽古。廃山兵狩りの死んでる。軍がやったのか。いや、軍なら死体を放置はしないだろう。ここまでする理由もないしな。じゃあ誰が、よかった、無事な子がいたのか。言う通り知ったのに。なんて、スレイ、この子はなんで殺した。まさかこの子が。わかんない、だから事情は後。とにかく状況を。逆に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 逆なんとか沈められたけど、
この子しか助けられなかった。スレイ、あそこ。あの子、まだ息が。やはり同志殿、一体何事じゃ。お石さん、いいところに。ティントジル使わせて。まずは手当てじゃな。子供たちはわしに任せろ。二人とも命に別状はない。しかし意識が戻らんのだ。浄化の失敗？いや、原因は精神的なものじゃろう。廃山兵狩りに何があったんだ。あいつやられたんだ。俺たち、あいつの言う通りに山賊をやったのに。あいつ、あんたたち雇われて山賊を？うん、廃山兵狩りを続けるか迷ってた時、あいつがいい儲け話があるって言われた通りに演奏屋を襲ったら、ミオすごい高く買い取ってくれた。この調子で働けば近いうちにちゃんとした仕事を紹介してやるって約束も。誰なのそいつは。わかんない。話はリーダーがしてたし、俺はバカだし。でも信じたんだ、普通の仕事に就けるの。嬉しかったから。なのに突然証拠は消すって。あいつの傭兵がみんなを。証拠は消す。俺が、俺たちがバカだった。でもバカでも悔しいよ。誰か敵を。みんなのお金も取られて、こんなものしかないけど、お願い。大地の記憶。わかった。その依頼、風の骨が受けるよ。なんだ今の、どういうことだ。干渉してるってことじゃないか。ヘルダルフの配下が人間の社会汚れを生むためにか。前に見たのと関係あるんじゃない。あいつは戦争を利用して兵馬を生んでた。戦争を起こさせようとしてるのか。これは過去の記録、もうすでに起こしてるでしょうね。みんな騙されてるんだ、ヘルダルフに。いや、自分の意思で協力してるやつも多いはずだ。ないとは言い切れませんわ。残念ですが。さっきの依頼、受けるのか。うん。つか、もう受けたし。しかしいいのか。冷たい言い方だが、あの子たちは悪の片棒を担いでいたんだろう。うん。だからこれは無法の強盗を傭兵が成敗したってことになる。でも
あの子たちは仲間と必死に生きようとしてた。悪いことって分かってて、抜け出したいとも思ってた。そこにつけ込まれて裏切られ殺された。あの子たちは正しくなかったけど、それで裏切った奴らが正しいってことにもならないよ。そう、ごめん、俺にはわからない。別に責めてるんじゃないよ、こっちもごめん。それに他人事じゃないしね。ローズ、心配すんなって。当然アイキーはしっかり調べるし、兵馬だったら同志の出番だぜ。わかった、まずは黒幕を見つけるだな。そういうこと。そうだ、あの子たちの世話をするようエギーユたちにつなぎつけとくね。の調律時代の遺跡なら大発見だ。天意見聞録にも名前しか書かれていない謎の遺跡だからね。
お集まりいただき感謝します。私が同志マルコです。はい、同志様よ。疫病の町を救ったって噂はマジなのか？なに、ハイランドの王女を手伝っただけですよ。一晩で橋を架けてね。じゃあグレイブガンとの戦いを収めたっていうのは？人同士が争っている場合ではない。そのことを知らしめたかったのです。苦しい戦いでしたが、ローランス騎士団の理解を得られました。あれ、白王騎士団のセルゲイ様よね。まんざら嘘でもないってことか。はっはっはっは。幸い捕まらずに済んでいますよ。そうよね、偽同士なら騎士団が放っとかないわよね。つまりこいつ、この人はマジで本物の同士か。私のことはいい、だが天族の加護は信じてください。それこそが世界を救う唯一の希望なのですから。皆さんが望まれるなら、この同志マルホが命を賭して彼らに祈りを届けましょう。同志マルフォ、同志マルフォ、世界に天族の加護を。ふざけるな、全部スレイがやったことだ。セルゲイだって分かってるだろうに。何かあったのかな。多分。待ってください、同志スレイ。マルホの件には理由があるのです。分かってる、セルゲイだからね。あのマルホはどう取り入ったのか、トロワ将軍のお気に入りで、将軍から騎士団に命令が下されたのです。同志マルホを警護せよと。そんな理由なのか。所詮帝国に飼われるのだ。トロワ将軍は皇帝陛下とも近しい大貴族で。言い訳は無用。どんな理由があろうと、自分はスレイの名誉を傷つけた。詫びの言葉しかない。俺に名誉なんて。それより同志ってあんなに期待されてるんだな。それが分かってよかったよ。聞こうという男。気にすんなって、セルゲイ立ってただけじゃない。言えなかったのだ、何も。自分は本当の同志を知っているというのに。利用されたのね、ああいう気まじめさを。まったく皮肉だよ。汚れていない人間ほど生きづらいなんて。人の集団の厄介な点ですわね。けどそれの中で生きていくのが人間だよ。難しいな。
今のメイビーおじさん？お知り合いですか？うん、まあ家族みたいなもんです。それはそれは、メイビーさんにはいつもお世話になっています。教会は探検家に？恥ずかしい話ですが、教会が失ってしまった古い伝承を教えていただいているのです。文献に伝承に遺跡、本当によく調べておられて頭が下がりますよ。へえ、さすがだな。おじさん、ちゃんとした探検家だったんだ。いけない、お礼を渡し忘れていた。別にいいよ、おじさんそういうの気にしないから。そうはいきません。まあでも私は教会の用が。届けようか、俺たちでよければ。すみませんが、お願いできますか。メイビンさんはガフェリス遺跡で知人に会うと言っていました。考えていい。気をつけろよ、ロゼル。さっき多くの体勢を持ちます。攻撃手段は吟味してってことね。オッケーオッケー。無双化ガリオネ、ナビヒレ、ギリプル、風神勝利、魔王だ。サポートはいる。丸は団長、ドクシー、果てぬ火流、マウは王だ。こうしてどうだ。ガードを引き抜く。防御くどるな。かけろ。そうか、まずいぞ。体力に気を使え。投げて弾頭、全力で投げる。やるからには全力だぜ、ミクリオ。飛ばしすぎるとバテるよ、スレイ。
のミクリオ、これせえアマン、無影像強く打つ、熱きを癒し決まっておけ、指示前行サポートの首こっちだ、かまい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 、かみんな、はっ、畳みかけろ、いっけ、犬殺し、はっ、負けるか、まだだ、まだいるぞ、なかなか、鋭く、エンブ熱戦、クリーンブラウザー、まだだ、飛ぶ、いっか、今ひどい、指示前行、おとなしく眠ってくれ、お見事です、占いをしましょう。紙を1枚選んでください。私は占いなんて信じない。行くぞミクリオ、アマトの流星、襲撃、まだだ、グレーマドラゴン、襲撃、大丈夫か、みんな巡りは出てきた、手ごわかった、私はスタミナある方だけど、長引かせない、まずはたっ、バシッケン、サバ巻き上がれ、白き水を崩落せ、巻き上がれ、巻き上がれ、スマッシュ、しまった、王人立ち手、行くぞ、アイスチアーク、行かない、まだだ、鋭く攻撃させる、クリーンブラウザー、ギデア、アニマル荘厳なるスイジャー、アクアブラウザー、水を飛ばぬか、乱れを打たぬ、無へとキスべし、かける巨大、中層アンサー、右に潰す、前攻撃、ガミネリー、バウアオーサー、何入れてバウアオーサー、白く水を崩落せよ、止め、スイジャの決心よ、止め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 、アウアオーサ、止め、行きましょう、俺と消えろ、私はスタミナある方だけど、
ボトルを調合したよ。ちょっと聞いてみよっか、同席の情報。じゃあ私が聞いてくる。大丈夫か？危なそうな奴らだが。任せとけって。商人はみんな兄弟、お金大好き仲間。いいのかそれ？ここはロゼさんにお任せしましょう。俺たちじゃ騙されても気づけないしな。一緒にしないでくれ。情報ゲット。こっから北にある遺跡で洞石を見たって。北の遺跡か。あいつら何を笑ってたんだ？俺を笑ってるのか？偽同士と思ってるんだよ。私は詐欺の被害者だってさ。勝手なことを。仕方ないですわ、そういう方はあちこちにいますし。だがそんなのと同じ扱いとは。相手にしてもしょうがないっしょ。はあ、怖がられるより笑われる方がいいしな。怒る時ってさ、大抵スレ絡みだよね。は？そんなことないだろ。何その反応。いいじゃん、家族なんだし。
ぞ。行くぞ。逃がさない。まだいるぞ。剣は振り回せばいいってもんじゃないの。その傘も。ドラゴンを一撃で。しかも実体化したやつをね。なんて力だ。背後の汚れを見ただろう。やつについている氷魔が桁違いなんだ。ああ、俺ももっと力をつけなきゃ。お、今のを見てその発言、心配なような頼もしいような。
あの山、エドナの家だったんだって？そうよ。今は人を喰らう化け物の巣だ。そこまで言わなくても。ただの事実よ。もう私のことだってわからないんだから。しても綺麗だよな、洞石って。けど綺麗すぎるんだ。だから大半の人間はガラスか何かの加工品だと思っているようだね。なるほどな。実際は何なんだろう。自然の鉱物じゃないわね。おそらく複数の天境術を掛け合わせて生成したんだろう。その上、過去を見せる仕掛けが組み込まれているなんて信じられない代物だな。好きな過去を自由に見れたらいいのにな。千年くらいの歴史を全部見てみたいよ。見るだけで千年かかるぞ。長生きしないとな。あ、そうか。天族でもさすがに無理でしょうね。洞石も遺跡も過去の断片に過ぎないよ。そこから読み取ったものが重要なんだ。歴史とは僕らが心に気づく建築物なのだから。ミクリオ、いいこと言っただろ。いつか本を書いたとき使おうと思ってるんだ。そんな野望があったのね。いや、僕らの旅を後世に伝えないのはもったいないだろ。私も読んでみたいですわ、ミクリオさんの本。進呈するよ、サイン付きでね。くそー、俺も考えないと。いいセリフとサイン。
リーシャ。スレイ、こんなところで。ライラ様たちも。もちろんですわ。見えないのは寂しいけど。それが普通だろう。どうも。ロゼーだったね。王宮に出入りしていたセキレイの羽の。ちゃんと話すのは初めてですね、アリーシャ姫。アリーシャで構わないよ。ロゼは俺を助けてくれてるんだ。獣士として。大丈夫、どこも悪くないよ。そうか、スレイの成長もあるだろうが、きっとロゼの力が優れているのだろうな。なんかすごい褒められた。スレイに似ているからかな。それは褒められたのか微妙。確かにこれはすまない。そこで謝る。スレイ、おしゃべりもいいけど、ここに来た目的。そうだった、アリーシャに聞きたいことがあるんだ。試練の神殿か。心当たりある？それかどうかはわからないが、先日レイクピロー高地で遺跡が発見されたと報告があった。軍の機密になっていて、詳しい場所はわからないが、入り口は巧妙に隠されているらしい。マルトラン先生が調査に向かったところだ。マルトランさんが？発見のきっかけは盗掘団の逮捕だね。彼らは何本かの名刀を持ち帰っていた。それを知った軍は探索で戦力が強化できると考えたのだ。つまり戦争のため。そうだ。アリーシャ様、隊長が報告あまたかと。失礼した、今行く。すまないが仕事の途中なのだ。ぜひまたレディレイクに寄ってくれ。無事に試練を越えられるよう祈っているよ。うん、じゃあまた。受けたまわりました。上層部にもそのように。見ての通りだよ、橋の視察を命じられたんだ。嫌がらせだね。アリーシャ。大丈夫だ、マルトラン先生も助けてくれるし、まだまだ私は。なんか無理してない？ロゼさん、ごめん、私が言うことじゃなかったね。いや、その通りなのだろう。いくら気を張ったところで戦争は止められない。毎日逃げたいと思っている。でもその度に足を止めるんだ。騎士は守る者のために強くあれ、民のために優しくあれ。先生が教えてくれた言葉が。それが矜持なんだね、アリーシャの。意地っ張りなだけかもしれないが。ならミクリオと似てるかもね。それは褒められた気が。僕をオチに使わないでくれ。さて、私は行くよ。みんな元気で。アリーシャも。またね。旅してた時ってみんなどんな感じだったわけ？少なくともツッコミ疲れはしなかったね。え？ライラが口を聞かなかったってこと？誰かロゼさんに鏡を。油断は禁物。大丈夫かみんな。まだよし、それすごい拡散せよ。甘く。
僕はできたぞ。甘く見ないこと。なんとかできた。君は直感で動きすぎだ。遺跡の入り口は巧妙に隠されてるって。注意して探すしかないか。アリーシャの疑いは晴れたんだよな。アリーシャさんがローランスに通じていると。ああ、そのせいで捕まったって。疑いも何もスレイを戦場に行かせるための冤罪でしょ。そう、こっちは約束を守った。捕まえておく理由はないさ。だよな、よかった。もっとも前と同じじゃないでしょうけど。え、そうでしょ。実際にローランスとの衝突は起こってしまったの。そんな状況で和平なんて唱えたらか。微妙な立場がさらに悪くなるだろうな。それでおとなしくしてくれる子だったらいいんだけどね。アリーシャさんも王族、大臣たちも無茶はできないはずですが。アリーシャ、出た頃に会った狼とはスケールが違うな。こいつはマーナガルモ、満月の夜に最も力を発揮すると言われています。なら好都合だ。僕たちは全力で行くぞ。まだいるぞ。逃げる。止め、やり切れ。マウア王者、展望の。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。
敵に全く侵食されていない。作られたばかりじゃないとすると天教術が使われているアバロストの調律時代の遺跡だな。そう、ここは水の試練神殿ルーフェル。同志の来訪は久しぶりだな。同志のスレイです。主神のライラと申します。あなたは水の五大神アメノチ様。アメノチ様に仕える五宝天族アウトルだ。早速だけど水の秘力を授けてもらうにはどうすれば。どこで俺の剣をやったから。下がれ。何何何剣。上に何かいる。氷魔アシュラ。アシュラ、怒りを糧に永遠に戦い続けると言われる強力な氷魔ですよね。そいつを沈めるのが試練。いや、気力を与える条件は彼が氷魔になった理由を明らかにすることだ。単に浄化するんじゃなく理由を探れと。同志ならわかるだろ、その重要さが。はい。大変さもね。だから試練なのだよ。健闘を祈る。水の試練、僕の番か。大丈夫ですわ、痛くありませんから。そういう心配はしてないよ。何なんだ目みたいなあの彫像は。みたいじゃなく目なんだ。こんな術が生きてるなんて。他の弱点を攻めさえすれば効果はある。その武器、俺にも使えるかな。さて、行くよ。ところでお客だっていい言葉ですよね。それはもう凄まじく参っている感じがするとか、お客度だけで参る意味を含むところとか、この言葉を聞くたび、人の素晴らしさを実感します。敵のことは言わなくていいの。新しく眠ってくれ。術が必要ないですね。そ
そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。始めますか。白木負けるか。終われない。そういう話だ。インフラ。しかも天族と出会って同志になった人の。武器を取れみんな。なんだか形容がしづらい表現。あれがダークアイ、実は得意としまっても、いろんなところからいろんなものが。こいつを食らって電車に来る。我が日は狂う式だ。グランドシェイカー、ナビリシャイツ、マウア王座、超石転生、クリスタルハーハラ、ネオクリア、ダダジョガミナ、やるやる、ジョクラエ、カトルトカイ、マウア王、新しく眠ってくれ、ミカガミシールド、デリラ、無限妨害、ジョクラエ、早くに踊りでは見ましょう、ミリングスレイク、マウアオーバー、出せ、マウアオーバー、マウアオーバー。ちなみにどうなん、スレイは。まだまだ未熟ですが、育てがいはあります。ボトルを調合したよ。
食っては見たが。準備はいいよね。ケチャッハラッしまったハグリムユーバーピンクを持つぜ。アウアオータモカハゲてはないピン天望眼ロックさせないぞ挑戦同士グランドセイカーさあ、いじめろ挑戦同士天望眼ロックさせないぞ宝石転生すごいなその武器俺にも使えるかないや日記みたいだ。
強い。つまりどうすればいいか。そんなもの自分で考えなさい。負けるか。推進術攻撃をかけろ。カムイで魔王界の発電、光切れの風鈴かけろ。爽快の発電、全てを貫け。魔王の四連巻いて、光切れの風鈴、青の四連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 、よし、カブラロー、かけろ、マイク、狙い撃ち、かけろ。まあ、今のはなかなかだったんじゃないか。こんなとこに意図を感じるね。
驚くほどでもないだろう。Thank you.
も融合日和ですね。マルトランさんもここに来たのかな。入れたとしてもどうにもならないだろうね。こんなとこ進めるのは同志ぐらいだよ。同志か、もしくは。ねえ、あのアシュラって本当に氷魔？ええ、実際に汚れや領域を感じます。偽物って思うのか。だって変じゃない？あんなヤバい氷魔が野放しになってるなんて。なぜ五方天族が放置するのか。そう、偉くて強い天族なんでしょ。それが試練だからだと思います。五方天族は特別な使命を与えられた方々ですから。要するに奴らの都合ということだろう。そうね、否定はできませんが。二人ともそういう言い方はないだろう。お前も分かっているはずだ。別に天族は聖人君子じゃない。ましてや正義の味方でもね。それは納得。二人が言うと説得力あるね。分かればいい。うん、そういう試練ってことなら問題なしだ。
違え。どこだ、俺の剣はどこだ。何なの、氷魔が氷魔を襲うなんて。どうしてやる、俺が氷魔を倒すのは当然だろ。やっぱりアスラは氷魔になった同士。返せ、俺の剣を返せ。いでよ。よくも俺の剣を盗んでくれたな。アスラは怒りの氷魔です。怒りの源が氷魔化の原因のはずですね。つまり剣を盗まれたせい。いや、それだけじゃない。集中しろ、せ全力で倒すんだ。全部を切るつもりだったんだ。それがアシュラが氷魔になった理由。正解だよ。この声は力が水の火力。まだ何か言ってる。剣を返せ、アウトル。アウトル消えた。はるか昔に同志だった方です。汚れを浄化しても肉体はもう。怒りだけで動いていたわけか。問題はアウトルだ。あいつがアシュラの剣を盗んだのか。戻ろう、本人に直接確かめる。アシュラが同志だったなら、ひょっとしてアウトルは。はい、アシュラと契約した天族だったのかも。俺とみんなみたいな関係だったのかな。アシュラは消滅したよ。手間をかけた。アウトル様、あなたはもしかして。察しの通り、私はアシュラを同志に誘い器とした天族だよ。剣を盗んだのも私だ。普通じゃない。見ただけで分かった。
飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。本当に世界を切るほどの力を秘めている。だから盗んで隠したのですか？そうだ、アシラが一番切りたかったのは私なのだろうね。彼はひたすら純粋だった。純粋ゆえに悩み、いつしか許す心を失ってしまった。だから汚れたものを全部切るためにその剣を作った。君にならこの剣を渡してもいい。使いこなせば気力以上の力となるかもしれない。遠慮するよ、剣ならもう持ってるから。スレイさん。うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が刃にふさわしい。マルトランさん。スレイさん、よく見て。嘘、この人って。ヒョーマ。以前は挨拶もせず失礼した。やはり見えていたのですね。その剣をどうする気だ？世界を切るんだよ、アシラが望んだこと。なぜそんな。逆に聞きたいな、なぜアシュラの思いに共鳴しない？ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊さねば再生できはしないだろう。これは我が主最下の剣主のお考えでもある。あなたはかの者の。こんなことアリーシャが知ったら傷つくだろうな。だから利用したんだね、アリーシャも。戦争を起こすにはまず夢見がちな平和論者を暴れさせるのが効果的なのだ。皮肉なことになる。だがすでにハイランドとローランスの全面衝突は時間の問題となる。もうあの小娘に利用価値はない。マルトランさん。やれやれ、飛んだことになってしまったな。同志にとって我々より現実の方が厳しい試練ということか。ミクリオさん、スレイさんは。多分アリーシャのことだ。一人で悩むなって言いたいけど。どうすべきか私たちも。スレイ、アリーシャのことは気になるけど元気だぞ。ああ、ともかく気力は得たんだ。バルトランも最下の剣士につながるもの。私たちの進み先に解決策があるはずですわ。うん、残る試練は霧もみとバチコーンね。風と地と言いたいのか。他に解釈できないでしょ。できないか。マルトランさんがどうして。ローランス皇帝家に兵馬がいるんだ。アイランドの騎士が兵馬だ。不思議はないだ。戦争で名を成す英雄の多くが兵馬という説が裏付けられてしまったね。けど最下の剣士の考えに従うなんて。それも不思議なことではありません。現に同志だったアシュラも同じことを考えたんだろうな。人を救うため、再生のために、全てを破壊する。汚れに絶望した人間がハマる落とし穴なのかもね。アリーシャなんて言えばいいんだろう。てか教えて大丈夫なのかな。それは知らずにいては危害を受けるかも。けどアリーシャは利用し終わったって。事実でしょうね。私たちに正体を明かしたことから考えて。何よりアリーシャの支えだったんでしょ。
あいつ。そうだね。支えがなくなるどころか、ずっと利用されていたと知ったら、アリーシャは。それが、マルトラの狙いかもしれないぞ。アリーシャの心をくじくことで、回線を決定的にするつもりなのか。闇雲に歩き回るより確かして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのかも。
ぞ。観念しろ、現行犯だ。くそ、この声は兵馬。浄化しよう。うん。何か、同志殿。その子任せてもらえませんか。それはできませんな。スリは現行犯じゃないと捕らえられん。けどその子は罪を犯して捕まったら罰を受ける。当然子供でもね。このガキにはその覚悟がなかったってわけだ。衛兵さん、この子連れてく前にちょっとスレイに任せてみない。お仕置きよりも同志の言葉の方がこの子を更生させるきっかけになるよ、きっと。無意味なことだ。ちょっとぐらいいいじゃん。その子とスレイが話すの何か都合が悪いわけ？そういうことを言ってるんじゃない。時間の無駄だと言ってるんだ。さっきこの子は犯した罪の罰を受ける覚悟がなかったって言ってたよね。衛兵さんはちゃんと覚悟してる？何？こちとら世界中を旅してる商人だよ。スリが全然減らないわけ知らないと思ってる？そうか。いくら欲しい？見損なわないでよね。赤霊の羽は信用第一がモット。スレイ、こいつも牢屋行き決定。ふざけるなよ小娘。ふざけてるのはそっちだ。どうし、あ、こら、ちょっと待って。スレイ、うん、行って。オッケー。世話の焼ける。スレイさん、私も行きますわ。あの子たちか、頼んだよ。同志といえど公務の邪魔は許さんぞ。いい加減にしろ、衛兵。あんたのがおかしいって俺でもわかるぞ。そうだ、それでも衛兵か。あんた、あたしらが見てる前でいい面の顔だね、この不良衛兵。ここはもういいだろう、ロゼたちを追おう。あ、うん、わかった。ロゼたちを追いかけるんだろう。なんだこりゃ。終わったな。どうだろう。気になるのならこのガキの根城を見つければいい。しかしどうやって。案内させるのさ。そうか、泳がせて尾行だね。なるほど。よし、スレイ、ロゼ、隠れてこの子の目を覚ます。勝手に進んでるけどいいの？ライダー。そうですね、尾行までなら、うん、行こう。ああ、あの子
もうスリなんてしないんじゃないか。浄化できたんだし。そうとも限らないんだよね。スリも組合があるって話だし。そうなのか。あの子が単独犯か組合に上納してるか確認しなきゃ。ロゼ、さっき言ってたスリが減らないわけって？取り締まる側が見逃して時々上がり巻き上げてんの。そんで用済みになったら和役への定数稼ぎを捕まえて牢屋行き。さっきのはきっとそれね。そんなことが。僕の屋敷？どう見てもあの子の家じゃないな。これはスリ組合の線かもね。ここがその拠点ってわけだ。また何かやらかしそうね、あの子。もうしょうがないな。ロゼさん、残念ですがこれ以上。完全に人間社会の問題って言いたいんだね。わざわざ同志が関わる問題ではないかもしれない。あの子一人でやってんなら本人の問題かなって割り切ることもできるけど、組合にやらされてるかもしれないなら話は別。ちゃんと確認したいんだ。やっぱりそうなるわよね。わかりましたわ。みんなで確認しましょう。いいの？ただし確認だけです。スレイさん、ロゼさん、同志と従士の力はお二人の気持ちとは関係なく人の世、心に強く影響することがあり得る。忘れないでくださいね。わかった。ここに出入りしてる人の確認だけにするね。飽きた。数日間何の動きもないとは考えてもなかったな。私見てるから宿で待っててもいいよ。大丈夫だって。静かに。誰か出てくるぞ。ガキばっかじゃん。あの子たち、スリをやらされてたんじゃなかったのか。ここまで付き合ったんだ。最後まで見届けろ。デゼル？ガキどもを追え。屋敷の中は俺が確認しておく。サンキュー。しょうがないわね。いいか、でかいもの狙うんじゃないぜ。金か宝石だけ狙うんだ。本当にそんなのあるわけ？同志ってのがなんかしたみたいでさ、水道に寄付とか結構入ってんだって。へえ、司祭は子供に甘いし楽そうじゃん。ヤバくなったら泣きゃいいんだしそれなら得意なあ。やっちゃっていいだろ。カモじゃなかったらいいんじゃない。これが子供の言うセリフか。時代の闇。あの子たち、汚れがほとんどない。子供の無邪気さは、汚れた大人より残酷なこともある。そんなところね。デゼル、どうだった？あの屋敷は空き家だった。ガキどもが勝手に根城にしてたんだ。じゃあやっぱりあの子たちだけで。
人稼ぎ行くぜ。大体飲み込めたし、衛兵に通報して終わりにするか。あの子たちは兵馬じゃないわけだし。いや、見過ごせない。そうだよな。君たち泥棒なんてやめるんだ。くそ、なんだよ、俺何もしてねえだろ。もう分かってんのよ、全部。身寄りがない不幸な子供を演じて司祭さんから盗み働こうなんて悪知恵が過ぎるっての。証拠はあんのかよ。この人は同志、その言葉こそが証拠だよ。そんなの偽証だ、冤罪だ。真っ当に生きてるこのスレイはね、ちゃんと信頼されてんの。アリーシャ姫とか町のいろんな人に。あんたはどうなの、信頼されてるわけ？観念しな。仕方ないじゃないか、大人が俺たちを見捨てたんだ。生きてくためには泥棒でもするしかねえだろ。ロゼ、やっぱり。さあスレイ、衛兵に突き出そう。年派も行かない子供たちがそんな悪質な窃盗を企んでいたとは。他の子たちはそれぞれ衛兵に逮捕され連行されました。そっか。子供でも罪を犯して捕らわれたら罰せられる、当然なのですが、いたたまれません。うん、それは町の方から寄付された品の一つですね。珍しいもののような気がして換金するのをためらっていたのです。おお、ナイスだ。ブルーの司祭、俺たちこれをさ、だからさ、譲ってくれない？いえいえ、お代なんて。同志殿のきっと寄付してくださった方も。ありがとう、ブルーの司祭。仕入れの儀式だよな、さっきの。しかも同志があんなに大勢。場所はペンドラゴの教会神殿みたいだった。それにあのマオテラスの紋章、出身はマオテラスなのかな。私はちょっと失礼しますわ。隠れちゃった、なんかいじめみたい。そんなつもりはないんだけど。分かってるけどさ。状況証拠から見てマオテラスが関係している可能性が高いな。うん、あれだけの同志が存在するには五大神級の力が必要だと思う。そうだな、けど今はこの辺にしておこう。盛り上がるとナイラが出てこれないわよ。ごめん、わかったよ。ありがとね、みんな付き合ってくれて。あれで満足だったわけ？放っておいてモヤモヤするよりマシだよ。そうだな。しょうもない奴らだったな、レディ・レイクのガキども。社会につまはじきにされた子供は犯罪でもしないと生きていけないのかな。本当に
悲しい時代ですが。だけんじゃねえ。罪を犯してまでも前に進もうとしてる奴は、罪を背負う覚悟で進め。影を胸に落として顔を上げる。あのガキどもはそうじゃねえ。ただ堕落しただけだ。そんな話しながらこっち見んな。ロゼ、そこまで考えてたんだな。私はそんな頭使ってないから。もうこの話はやめ。天然だというのか。すごいな。はい、どんな境遇であろうと、生き方とそれに伴う責任は本人に決めること。それを自然に理解しているロゼさん、本当にすごいですわ。ああもう、何これ、この流れ。あの子たちも突き放されたことで取らなきゃならない責任に気づいたんじゃないか。スレイ、ロゼ、君たちのおかげでね。そうだといいな。うん、そんな簡単なら最悪の時代はとっくに終わってるけどじいじ、元気だった？バカマン！なんだよ、いきなり。まずは挨拶じゃろ。そんな無礼者に育てた覚えはないぞ。黙って出て行ってごめんなさい。ただいま戻りました。はじめまして、ロゼです。お邪魔します。うん、無事で何よりじゃ。獣士の娘子も歓迎しよう。わかるの？私が獣士って。わからいでか。スレイを同志として、ミクリオは陪審になったのじゃろ。そして出身は湖の乙女か。お久しぶりです、善来様。私は何も言わずともよい。因縁は巡る、避けられぬ世の断りじゃ。はい、それでも私は信じたいと思います。必ず正しい未来に至れると。スレイたちはいい主心を持ったようじゃの。そういえばキセルは役に立ったか？あ、うん。キセルのことはいいんじゃ。お前たちの役に立ったなら。でも返すよ、もう大丈夫だから。遠慮せずに持っており。本当に大丈夫なんだよ。俺もちょっとは成長したからさ。生意気よって。なら代わりにこれを持っていけ。ありがとう、じいじ。なんの礼を言うのはこっちじゃ。ちょっとゆっくりしませんか？疲れてるの、ライラ？そうではありませんが、たまにはまとまった休養も必要かと。賛成、いいんじゃない？そうだな、井槌のみんなとも話したいし。じゃあしばらく自由行動で